1799年6月22日、快速天使、業務日誌補足。宗派主任、高島田夏実。先頃、揉めに揉めていた水軍の新造巡洋艦の競合入札は、激戦の末、葉月鉄道に落札した。これにより、長年続いてきた金剛重工による軍需産業独占の神話は、ついに終わりを迎えた。国内において、すでに運輸業務のほとんどを掌握する我が親会社、葉月鉄道にとって、今回の功績は業務の拡大という意味にとどまらず、来るべき多角経営へ向けての勇気ある第一歩といえる。しかしながら、今後予想される金剛重工の巻き返しと、未だ傍観者を気取る第三の勢力、霧島科学を巻き込んだ三つどもえの企業戦争は、まだまだ予断を許さない状況である。とまあ、親会社のごたごたはともかくとして、うちも設立1年過ぎて、そろそろ業績上げてかなきゃ社の存続も危ういっていうのに、うちの社員と来たら、あやねはだだこねてばっかだし、はるなは好きあらば社のカーテンに変な刺繍しようと狙ってるし、もうかりん社長助けて。急いでる時は早く過ぎるくせに、どうして早く過ぎてほしい時にはなかなか過ぎないのかな。もう一回寝ようかな。でもせっかく早起きしたのに寝過ごしたらやだしな。そうだ、会社に行こう。会社で寝よう。私より先に来てたよ。今日は雪ね。ほっ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 ほ。さあ、仕事仕事。あら、すっごい。会社創設以来初、損害賠償限度額目いっぱいの小荷物だわ。え、本当？1億2000万円？どれどれ？にも大口の仕事が。親会社からの直接依頼か。珍しいね。あら、これ特別手当付きの仕事ね。それで？運ぶの？その子荷物決まってるじゃない。宗派主任である。あ、やだ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 。夏実ばっかり美味しい仕事してずるい。責任ある仕事をさせなきゃ社員は育たないのよ。社員が育たない会社に未来はないわ。
待ちな、ジョーちゃん。お兄ちゃんたちと遊ぼうぜ。あんたたち、鏡見たことあんの？どれ？どれ？たまたま起きて猫踏みつぶす。はあ？悪いがその荷物置いてってもらおうか。厚かましい追いはぎね。
生意気そうな姉ちゃんだぜ。おとなしく荷物を渡せば。渡すわけないでしょ。じゃあしょうがねえな。はい、カリンよ。あ、社長、待ち伏せを受けちゃいました。え、なんですって？いや、心配いりませんよ。ただの山賊ですから。これから最短ルートで鉄道に向かいますね。そう、わかったわ。気をつけて。何かあったらすぐに知らせるのよ。はーい。What?
今度は逃がさんぞ。うわぁ、しつこい追いはぎね。何？追いはぎだと？というと、親分、ていなていな。なんで、また殺しかよ。おい、はぎ、行くぜ。へい、親分。ってそりゃ、おい、ハチ、でんがな。いや、登れそうもないわね。ああ、絶対奥になんかいるわよ、ここ。
What?
美しいボディを。まるで伝説の魔人兵団のごとき力強さではないか。まあ半分以上は僕のおかげだけどね。あら、制御部品の 97% は私の技術開発によるものよ。まあお客様だわ。本当だ。でもこの事態は予想されたことだよ。プラットフォーム緊急撤去。機動モード、全自動全動体殺戮モード、すべてを焼き尽くせ。こら、ゴミは持って帰れ。私よ、今どこ？なんだ、夏美か。何よ、やぶから棒に。何って驚いたわよ、カリン社長からいきなり連絡もらって。連絡？え？誰かに待ち伏せされたって。ああ、あれ別に大したことじゃないわよ。山賊とか大いはぎとかがほんの2、300人出ただけ。まあ、私にかかれば赤子も同然だったけどね。おほほほ。はいはい、冗談はもういいから。とにかく、少しでも危険があるのならそこで待ってなさい。私が代わりに配達するわ。何よそれ。心配ないって言ってるでしょ。信用できない。でもな。何よ。私の足なら夏美が来るまでにこっから300往復はできちゃうのにな。時間の無駄だな。いいのかな。そこどこよ。大括弧の南端かしら。うん、面白い。私今日干しにいるの。え、会社じゃないの。300往復されないうちに追いつけると思うけど。追いついたらそこで交代ね。じゃあ、夏美ずるーい。しくしょー、見てろ。
遊びは終わりだ。もう、まだ生きてたの？いい加減諦めたら？一度受けた仕事を途中で投げ出すわけにはいかん。金剛重工との今後の付き合いもあるしな。え？問答無用！また今後。待ちな！見逃してやるから、荷物を置いてとっとと失せな。また追いはぎ？今日は一体何なの？ああ、追いはぎ？俺を舐めてんのか？トルタロン！トルタロン！トーリこれで勝ったと思うな。夏美はまだ来てないみたいね。
私急いでるの。五章だから買っとくれよ。ねえねえ、今日はまだ一つも売れてないんだよ。もうしつこいな。じゃあ一個だけ買うわよ。いくら？へいへい毎度。おりゃ。え？うわあ。混合重工がどうとか言ってたわ。
この戦闘服見覚えあるわね。ビンゴって感じ。なんだ、誰かと思えばさっきの間抜けな嬢ちゃんか。あんたはさっきのリンゴ売り、書類を返しなさい。バーガー、返すくらいなら取るか。社長はどこ？何ですか、あなたは。旦那様は今お忙しいのです。募金も勧誘もお取り次ぎできません。そう、じゃあ悪いけど自分で直接会うことにするわ。危ないわよ。どれ？あるよ。アンディーズ召喚！Woo!
ここはこれからワックス掛けをするのよ。立ち入り禁止の札が目に入らないの？なんとんちきなこと言ってんの、あんたは！ありゃ！どりゃ！お師匠様、あいつです。あの。謝るなら今。今すぐどかないと、棺桶に片足だけじゃなくて両足とも突っ込む羽目になるわよ。すごい。
くれてやる。そら設計図だ。
誰だ貴様。金剛社長、クレイ機関の市場を独占せんがためライバル会社の設計図を強奪したばかりか、何の罪もない配達員まで手にかけようなんて、労働基準監督署が許しても、スピード怪盗ドルチェムールが許しません。スピード怪盗夏美、あんた泥棒だったの？違うわよ。ここに来る前に助けてもらったの。ま、とにかくここは私に任せて。あなたの好きな。なんかよくわかんないけど行くわよ。ふざけやがって。私の手にかかればざっとこんなもんよ。あやね、大事な書類取られといてよくそんなこと言えるわね。夏美さん、あやねさん、この事件まだ終わってないわよ。え？誰かね、君は。おいおい、黙れ。ネタ揃ってんのよ。神妙にお縄を頂戴しろい。はあ、何を言ってるのかね、君は。なんだその包みは。金剛社長からのラブレター。偽の新型フレイ機関の設計図よ。一人で監獄行くのは寂しいってさ。おぉ、ハハハハハハハ。突然入ってきて何かと思えば、君は何か誤解をしているようだね。その設計図も大方金剛社長にでもすり替えられたんだ。往生際が悪いわよ、葉月会長。あんたが金剛重工の市場を手に入れるためにわざと情報を流して設計図を奪うように仕向けたことも、葉月製フレイ機関の設計図が実は未完成だったことも、みんなあんたの可愛いエンジニアが洗いざらい白状したわよ。施設軍隊。なるほどね、金剛も葉月も皮一枚めくれば似た者同士ってわけね。なんだこいつは。こんなところに隠れやがって。封印を解いてフルパワーになったこのマリアンヌちゃんを見。何？何なの？今のはどういうギャグだったの？どうやら暴走しているようね。それにしても何かとてつもなく邪悪な魔力を感じるわ。まさか。あ、ドルチェ。この野郎、よくも夏美を。顔と性格と口
あ、もう少し右。そうそう、オッケー。じゃあ、そこ倒れないように固定して。そうそう、早くね。なんであんたが偉そうに命令すんのよ。何よ、誰のおかげで助かったと思ってんの。あのね、あやねがおとなしく私と交代してれば荷物を取られることもなく、そもそもあんな目に遭うこともなかったと思うんですけどね。そんな過ぎたこと言ってみても始まらないでしょ。さあ、そんなことより写真写真。もうチーズ。新たに旗揚げした宅配中華クレープ屋で今も華麗に働いてます。